第160特殊作戦航空連隊は、アメリカ陸軍に所属する、遊軍特殊部隊のヘリコプターを用いての輸送、回収、救出等を主任務とした特殊部隊である。通称、ナイトストーカーズと呼ばれることが多い。以下本記事では通称であるナイトストーカーズと呼称する。本拠地は、ケンタッキー州、ホートキャンベル。標語は、ナイトストーカーズドン・トクイッド。 デスウェイツインザダークである。ナイトストーカーズのルーツは、もともと陸軍の第101空挺士団が1968年にヘリボーン部隊に改編されたことに始まる。それからしばらく経った1979年11月4日、イラン革命に伴いイランアメリカ大使館、人質事件が発生し、大使館に監禁された人質を救出するため、 翌1980年4月24日から翌4月25日にかけてデルタホースを用いたイーグルクロー作戦が実行されることとなった。この作戦では当初空軍の HH-53E の使用を予定していたが翼を折りたためたないためスペースがかさむという理由で海軍が同期を航空母艦2密へ搭載することを拒否した。このため 急遽海兵隊の RH-53D を使用することになったのであるが、もともと総海ヘリである同期を砂漠地帯で飛行させるには無理があり、3機が故障、さらに作戦中止後移動しようとした際に強風に煽られ、近くに中期していた C-132 撃突してしまい、8名が死亡する結果となった。この失敗を教訓として、 アメリカ軍の特殊作戦航空能力の見直しが行われ、翌1981年、上記第101空挺手段所属の第101航空大隊ほか、計4隊を中心として編成が開始され、同年10月には第160特殊任務部隊が創設された。初陣となったのは1983年のグレナダ進行である。同部隊は、公式には、 存在しない極秘の舞台とされてきたが、1990年5月に、現名称になり、3個大体編成の連帯として、格上げされた上で、統合特殊作戦コマンド霊下となった。以降、湾岸戦争や映画、ブラックホークダウンで有名なソマリア内戦のモガリシュの戦闘、イラク戦争等に参加し、戦果を上げている。2002年には、 アフガニスタン侵攻における戦訓により1個大隊が追加編成され4個大隊編成となっている。1980年夏、オペレーションイーグル苦労失敗の調査委員会が作戦参加部隊の統合運用計画の不備事前情報収集の不足今回のような作戦に適したパイロットと航空機の欠如などを調査結果として報告すると軍は即座に これらの状況の改善に取り組み始めた。このまま人質救出のための試みはさらに続けられており、特にあらゆる条件下での長距離低空飛行を行えるパイロットの養成と航空機の開発が急務とされた。そこで陸軍は第101空挺師団に白羽の矢を立てた。なぜなら当時この師団は陸軍内でもヘリコプター保有数最大を誇っており、 さらにその種類も豊富で回転翼機を用いた特殊作戦能力開発のための大きな可能性を秘めていたからである。第2次人質救出作戦にはオペレーションスノーバードという名称が与えられており、この作戦は第1次のそれと違い、対テロ部隊、情報部隊、航空部隊の新設、輸送機、ヘリコプターの使用変更までをも含む後半で総合的なものだった。 そして、この作戦の一部であるオペレーションハニーバジャーは中東ペルシャ湾地域へ特殊作戦部隊を派遣する航空能力の開発を目的としたものだった。具体的には隠密侵入能力を持つ新しいヘリコプター部隊の編成を目的としていた。これは、とある作戦参加要員のことを待つまでもなく、つまるところ、どんなに優秀な特殊部隊員がいたところで、 作戦地点にたどり着けなければ、何の意味もないということである。特殊作戦航空能力開発のための特別、プロジェクトオペレーションハニーバジャーは、第101空挺師団第101航空グループの第158航空大隊を中心として、開始された。同大隊の C 中隊と D 中隊は、陸軍の新型教習ヘリコプター UH-60A ブラックホークを調達し、 主要戦力の輸送に用いられることになった。ブラックホークは簡単に展開できる、高性能な強襲ヘリコプターで、その出力は大量積載時においても長距離、高速航行を可能にする。第229攻撃ヘリコプター大隊は、軽強襲ヘリコプターのためのパイロットを提供した。石膏ヘリコプターをマイナス6イリトルバードは小型で輸送が簡単なため、 形況就任無用に割り当てられた。また、アラバマ州、フォートラッカーではこのプロジェクトの独立部として武装した、リトルバードの開発も開始された。初期プロジェクトも終盤となると、第229攻撃ヘリコプター大隊から選抜された要因は、アラバマ州、フォートラッカーの要因とチームを組み、第229攻撃ヘリコプター大隊、B 中隊はこのタスクフォースにおける、 リトルバード機運用部隊となった。第159強襲支援ヘリコプター大隊。A 中隊は大量空輸能力を提供した。CH-47C1 ヌークは、他の航空機ほど展開が容易ではないが、より大量の人員積載を可能とした。そして、これらの要因と航空機を統合して、臨時編成のタスクフォース158が創設された。次に、 タスクフォース158はパイロットの訓練を開始した。選抜されたパイロットたちはカリフォルニア州の砂漠地帯で暗視ゴーグルを着用したまま7時間30分の夜間飛行を行うことを要求された。この訓練飛行で3度指定ルートの航行に成功したパイロットは素質があるとみなされて訓練の最終段階へ進むことができた。最終段階では 1> 約1 8 5 2トルにも及ぶ指定ルート上での夜間飛行が要求された。このようにタスクフォース158のメンバーは1980年の夏と秋を通じて砂漠環境での操縦と長距離飛行の徹底的な訓練を受け暗視ゴーグルを装着したままでの精密航行技術を発達させた。1980年の秋も後半となった頃、ようやくメンバーは オペレーションハニーバジャーにおける最初の正式ブリーフィングを受け、自分たちがイランから人質を救出する第二の試みに参加することを知った。しかし、1981年1月20日になって、それまで水面下で行われていたイラン側との交渉が実を結び、人質が解放された。当然のことながら、第二次救出作戦オペレーションスノーバードと共に、 オペレーションハニーバジャーも中止され、タスクフォース158の要員たちは解散し、現体復帰になることを予想したが、陸軍指導部は将来的に同じような事件が起こった時に備えて、この部隊を臨時部隊から常設部隊とし、存続させることを決定した。これを受けて、タスクフォース158はすぐに、タスクフォース160へと解消され、編成も部隊本物機中隊。 メガヘルツマイナス6リトルバードを配備した軽強襲中隊1個、R マイナス6キラーエッグを配備した軽攻撃中隊1個、ブラックホークを配備した強襲中隊2個、チヌークを配備した重強襲中隊1個となった。タスクフォース160は、しばらくの間、部隊の露出を最小限にするため、ケンタッキー州、フォートキャンベルの様々な場所で分割して運用され、訓練と、 専門技術の開発を続けた。1981年10月16日、タスクフォース160は、表向きの正式名称を第160航空大隊とし、公式に活動を開始した、フォートギャンベルの第101空挺師団滅平場で、公開式典を開催した後、タスクフォース158、第158航空大隊長だった、ジェイコブ・ビーカウチ中佐が、 タスクフォース160、第160航空大隊の初代司令官に就任した。翌年4月1日には、タスクフォース160が、第160航空大隊として、陸軍部隊名簿へ公式登録された。この新しい部隊の、第160航空大隊としての任務は、空中教習戦術、技術、手順の実験を通じ、第101空挺師団長に対して、 柔軟な航空部隊運用能力を提供することだったが、タスクフォース160としての任務は、陸軍の特殊作戦航空部隊として、長距離音密航空侵入能力を提供することであった。1982年10月1日、陸軍の特殊作戦部隊を統括する目的で、第一特殊作戦コマンドが創設され、タスクフォース160は、グリーンベレー、 1> 第1及び第2レンジャー大隊、民事、心理作戦部隊などとともに、その指揮下へ移管された。なおこれと同時に、第160航空大隊は、第101空挺手段配下の通常の航空部隊に指定された。初期の訓練では、事故が多発し、部隊の将来性を脅かしたこともあった。1983年の3月から10月の、 間に訓練事故によって16名の尊い命と貴重なヘリコプター4機が失われた。これらの原因究明と改善のため、陸軍は1983年10月に、フォートキャンベルで、ブルーリボン委員会を招集した。委員会は調査結果として、訓練要領の標準化、体系化、危機管理ができていないことを指摘し、専門訓練プログラムの作成を推奨した。推奨に基づいて、 専門訓練プログラムを作成して実行に移した結果、以後の訓練事故は大幅に減り、部隊は解散を免れた。そしてこのプログラムは後に特殊作戦航空訓練中隊へと発展した。1986年10月1日、増大するオプテンポに対応するため、ジョージア州サバンナのハンター陸軍飛行場で第129特殊作戦航空中隊が活動を、 開始し、タスクフォース160の指揮下に入った。それに加え、25機の R-6 と23機の UH-1 を保有する陸軍、オクラホマ州兵の第245航空連隊第1大隊が支援部隊に指定された。同年10月16日、タスクフォース160、第160航空大隊は、第160特殊作戦航空グループへ改編された。 1987年6月21日、第129特殊作戦航空中隊から抽出された小部隊と特殊部隊飛行文献隊の残留部隊や第228航空連隊第1大隊からの志願者などが合併して、第617特殊作戦航空文献隊が創設され、ラテンアメリカ地域への前方展開部隊として、 パナマのハワードウェイ空軍基地に移動した同分検隊には第129特殊作戦航空中隊の保有する15機のメガヘルツマイナス60ブラックホークの内5機が配備された。また、時を同じくして第1特殊作戦コマンドや陸軍航空センターからは第160特殊作戦航空グループを3個大体編成の連隊にまで拡大すべきであるとの意見が出ており、 1988年9月には第1特殊作戦コマンドが特殊作戦航空連隊創設に関する概念要約書を作成しアメリカ特殊作戦コマンド司令官ジェームズ・ジェイリン・ジー・陸軍大将に対して説明を行った。この説明が受け入れられると第160特殊作戦航空グループは連帯化への準備を開始し、 1989年9月16日には、その手始めとして、第129特殊作戦航空中隊を、第3大隊の HHC へ改編した。1990年5月16日、リック軍省とトレイドックの最終同意を得て、第160特殊作戦航空グループは、第160特殊作戦航空連隊へと改編された。これと同時に第1及び、 第2大隊が創設され、指揮命令系統も陸軍特殊作戦コマンド直下へ一貫された。同年6月28日には連隊編成式典が開催された。1994年7月27日、パナマ中流の第617特殊作戦航空分献隊が第3大隊 D 中隊に改編され、1999年にはパナマから プエルトリコのルーズベルトロード米海軍基地へ移動。2000年6月には、第101空挺士団第160航空大隊から E 中隊が増強戦力として抽出され、第160特殊作戦航空連隊第2大隊の配下へ移管された。この中隊は、在韓米軍の前方展開部隊の一部として、韓国、テグに駐留している。2002年7月、 アフガニスタン侵攻の先訓から4個目の大隊として特殊作戦航空支援大隊が創設された。2003年、プエルトリコのルーズベルトロード米海軍基地の閉鎖と、共に第3大隊 D 中隊がジョージア州サバンナのハンター陸軍飛行場に移動。2006年7月16日には特殊作戦航空支援大隊が正式な第4大隊として活動開始。 2008年4月24日、第160特殊作戦航空連隊の組織、改編計画の一環として、第3大隊の D 中隊が解散。要因の大部分は、第4大隊へ、残りは、第3大隊 C 中隊へそれぞれ吸収された。2011年3月25日、陸軍特殊作戦コマンドは陸軍における特殊作戦航空能力の統合化と発展を、 目的に特殊作戦航空コマンドを創設し、その中心部隊として、第160特殊作戦航空連隊が、配下に入った。隊員の多くは、陸軍の航空部隊に所属する隊員から選抜され、訓練を受ける。夜間飛行下での能力は、特に高く、不利や装備での飛行のみならず、ナイトビジョンを装着した状態での操縦もできるほど。また、 CH-47 チヌークを用いて水面に着水した状態でホバリングさせ、後方部からボートを回収する等の技術も備えており、ヘリコプター操縦能力ではアメリカ空軍のヘリコプターパイロットをもしのぐとされる。彼らの選抜訓練は視覚評価習慣と呼ばれ、初日に体力試験がある以外は飛行に関するテストがほとんどである。また、 志願者全員が撃墜された際のことを考えてセレ過程で専門的かつ過酷なサバイバル訓練と尋問耐久訓練を受ける。選抜過程をパスした志願者は士官、歌士官によって別々の専門訓練過程へ進む。士官及び巡視官はパイロットとしての訓練を受けるために基礎資格過程へ、歌士官は支援要員としての訓練過程へそれぞれ参加する。 基礎資格課程を終了したパイロット候補生には基礎任務資格が与えられ副パイロットとして実戦配備される。ただ、配属から最初の18ヶ月間は完全任務資格課程として定められており実質的には正パイロットになるための訓練がメインとなっている。したがってこの過程を終了した者のみが完全任務資格を与えられ、 正式パイロットとして勤務できるようになる。また、さらに優秀なものは選抜されて、飛行船同資格過程として48ヶ月間の実戦配備が可能となり、これを終了すると、飛行船同資格が与えられ、特殊作戦航空任務の計画と指揮に携われるようになる。MHz-60L レンジャー隊員を登場させた MHz-6 また、必要に応じて、 以下の舞台から支援を受けるブラックホークダウンモガディッシュの戦闘を舞台とした映画映画制作にあたって全面支援し実際に使用されているヘリコプターが撮影に使われており実際に所属するパイロットたちも撮影に協力しているローンサバイバーレッドウィング作戦を舞台とした映画同作戦で CH-47 の墜落により乗員8名を失っているザブラックリスト。 ブラックリストシーズン3、11話、グレゴリー・デブライにて、ジェームズ・スペーダー演じる、レーモンド、レッド・レディントンが過去に指揮していた作戦。1989年6月に、マインスイープ作戦を指揮。内容は、海軍のクウェートでの諜報作戦のサポートと監視。その実動体が、第160ソア、ありがとうございます。